山の手だから戻ってきました。さあ体力は取ってるけど、まあでもゲージはナイスバックステイ。さあさあ一回逃がして触れなかったですね。でもゲージは潤沢なのでこれはダットリーがコークスクリューブローですね。おえらいチャット反撃して、さあ投げ返す。さあテイク剣から大ケージと決めて誰さへあれ減りすぎじゃね、おかしいよ剣しろ、うん、剣大ケージェット、あんなのタイミングずれてくるのおかしいじゃん、あんなあんな凶悪な減り寸技、そうですね減り寸技ですね。おっと投げは先行入力効かないでね、難しいんですよね、難しい。これユウさんあるよこれ。おーなー、うまいね、レミーでくぐんの。さあ始まるか、やばいぞ始まる。いやどっちだかわかんねえなよ。おっす、今の最後の勇気のルグレっぽかった。いや勇気のルグレやっぱユウさんなんだよな。ヘリ、スンギ、あ、赤羽からの乗り換えめんどくせえけど、まあ赤羽方面から赤羽までは15分ぐらいかけて行って、そうね、でもそれで確実に行けるんだったらそっちの方がいいかもね、緊急事態なんで。お、晴雄さん690円、ユウさん来日記念ありがとうございます。スパチャスパチャありがとうございます。ユウは何しに東京へまさかこんな外国から来てこんなベリラン相手にするとは思わなかった。外国からありがとう。かやま、鹿山、かやまでいいのか、鹿山晴夫さんありがとう。さああれもあれも確か剣だったかな、あれも剣持ってんの、あれも剣だった気がする。はい確かに早いわそれさすがに、そうこのレミ海外勢の方ですよ、宮城からいや違う岩手って言った、あ岩手から来ました。おいこのゲーム全員剣持ってるやんけ。そうなんすよさっきから配信台に映ってるけどみんな剣持ってるわ。だって海外だよね、宮城なんてさ450キロだよ。だから岩手だって。あ岩手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 、今日いないけど重野さんは宮城かな。あ重野さん、あ違う、重野さんでもともと岩手って言ってたのかな。わーっと出ないジャンプ中継だね。そう低すぎると中継じゃなきゃダメなんだよね。